こんにちは、ベムです。今日はですね、前回ウェディングプランの3話を上げた日から皆様にビハインドを見ろ、ビハインドやばいぞというお声を、ちょくちょくいただいていたので、今日はそれを見ていきたいなと思っておるんですけども、あれからね、まあ何回か見たわけよ、あのボスールのシーンを。もうパギどこ行ったんだよっつって探してから、電話と置き手紙を発見しからのプロポーズからのキスみたいな、あのシーンを何回か見たんですけども、やっぱりさ、何回見てもえぇって思うのが、スカイの前でキスしてっていうシーンがあったじゃない。あれでパユがもうするじゃん。ガッていくじゃん。言うてそういうキスみたいのって、こう、チュッみたいな。あ、ここまでじゃなくてもこう、チュッチュッ、みたいな。まあまあまあ、そんぐらいじゃないかなって思ってたらさ、おい、おい、おい、みたいな。なかなかやるよりじゃん。見せつけにしてもそんなにやるっていうさ。だって、スカイもそうなんだけど、周りに何人かいるわけでしょ、そのパユの関係者とか。まあ、現にあそこにロム君たちとかいたし、の中でさ、あんな NCC みたいなキスしてて、やつらマジ半端ねえなって思ったのが、もう、未だにちょっと残ってると言いますか。まあ、久しぶりのね、普通にボスルのキスシーンじゃないですか。それはまあ、たかも外れるんじゃないかな。パユレとしてっていうか、ボスルとして、なんか久しぶりのキスシーン、ちょっと頑張っちゃったのかなみたいな風に思ってましたね。どうですか？やばいよね、あのキスシーン。超好き。そんなシーンがあるビハインドが今回あるみたいなんで、それをちょっと早速見ていこうと思います。うわ、てか大丈夫かな、私さ、ウェディングプランでも、ビハインドを一回も見たことないんですよ。よ、1話2話。いきなり見ちゃってもいいかな。いいかこっから始まりなんだね。夕焼け、俺はオレンジが好きだっていう。かわちいが。うわはずก็เลยค่อยๆคลายมือข้อจากเอวหรือมองตาเหรอคลายมือข้อจากเอวเนี่ย演技だからね演技指導がね先生เขาบอกว่าすげえな演技監督ってすげえな監督演技指導すごいなてか後ろでピョンピョン跳ねてる人たちって普通に遊んでる人たちなのかな遊んでるっていうか普通にアスレチックしてる人なのかなそれともエキストラなんかなエキストラじゃないだろうな。ちゃんとこのメンツなんだね。メンツ。わあ、なんだろう。心なしか笑顔が少ない気がする先生。気のせいだろうな。うん、相手がお天気じゃないからってわけじゃないよね。普通に大変なんだよね。かっこいい、なんか垢抜けたなポース君。そうね、サプライズね、キスね。いやなんか交わってる不思議な世界、この世界線か。でも大きな騒音のある大きなシーン銃。ときめいてない先生ちょっと。ต่อเลยแต่ต่อบทเพลงแล้วผมก็ลืมที่เป็นของแม่ผมจำได้แล้วแต่ว่าอะไรอย่างนี้อันนี้มากเลยอ่ะไม่อยู่ขอนอยู่ในห้องน้ำมากหรอวะขอนจริงเมื่อกี้ขอนจริงเออこれ駅であれ何であれ急にいいよね。あ。やだ。やー。めっちゃこっち見てるんですけど、当たり前なんだけど。
เฮ้ยซาซิมิที่เราแบบแต่งงานกันแล้วอ่ะเก่งคอมมิเดโต้แล้วไม่ก่อนเป็นคนเห็นไงว่าจริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่เราแล้วอ่ะต้องแบ่งของมั้ยえ、もう外さなくていいと思うよ。脱ぐつもりはないと言いました。だから家に持ち帰るべき。それはそう。だから持ち帰るべき。ね、絶対外すなよ。ドラマが終わっても外すなよ。撮影終わっても外すなよ。ちゃんとした指輪なんだね、それね。いいね、二人が持って帰ろうって言ってんだから持って帰ろうね。なえねね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 ねないじゃんないじゃんそこなかったじゃんそこぐるぐるって回ってキャーって終わっただけじゃんそこでキスシーンやなんで消してんだよなんでドラマで消してんだよ必要だったらだったら普通にキスしてたんだったらドラマでもやっとけよでカットされてるのでもビハインドで見れたからまだいいみたいなところあるよね彼は私にキスしたねもう解けอยากจะไปกลางบทดูเลยว่าใช่หรือเปล่าจริงจะไปนอกบททำไมผมไม่ใช่น้องฟอร์ดนะเออ何恥ずかしがってんのねうわ匂い嗅いでるうわナチュラルビビリなんだねてかめっちゃ音でかいねうわこれであのシーンが生まれんのすげえな。なんでそんな俺らは演技です嘘じゃないみたいなあ本当じゃないみたいなめっちゃ言ってくるの逆に怪しいわそんなに言うなビビったよねボス君に抱きつかないとねうわ何今の顔何ボス、俺だからこんなにキスするんだよみたいな、そのマウントみたいな、何？マルク、もうわ、前が前とえ、ぶち、なんか、あ、ほらもうやっぱそうなるよね。あんたも思いますよね。ね。ただしたかった。学んでくださいロール学ぶ先輩からの言葉何これ曲線についてのお話ですねこれはあの女性らしいものみたいなこの美しさの表現の仕方みたいなきっと彼はそういう風に教えているんでしょうねんどういうこと？恋の呪文で呪った？やっぱ恋って呪いっすよね。私前回言ったんすよ、ウェディングプランのリアクション動画で。いや、なんか呪いだよなっつって。なんかこうちゃんとだんだんカマチョなんだね年上何個上だったか忘れたけどなにやったのこの子たちてかこれより次の車内のシーンが気になるんですけど何やってんの、車内のシーンのメイキングビハインドはねえですか次ですか4話とかのビハインドじゃねえと出てこないやつですかはいそれがいやそれがいや反重力に関するもんそれはそうだわなあんなポケットに入るわけないもんねポケにはい、ってなわけで終わってしまったわけですけども、あのさ、ごめんね、その、
あとウェディングプランはロムヌアのメインの子たちがいるのは本当にすごいもう重々承知、めっちゃ分かってるんだけど、もうどうしてもさお天気気になっちゃって、ここの抱きつきのチューってさ、一オタクとしてはの意見からしたら、これ普通にノール君がやりたくてやったんじゃないかなって思っちゃったりしちゃったりしちゃって、どう、だってね、こういうこと言ってるわけだから、彼は私にキスをしたっつって、でこの顔でしょ私は演技をしてましたって言ってますけども、まあまあね、一応演技中ではあるが、まあアドリブという演技もありますから、まあわかりませんけどね、その彼らの今主にノール君のその内面内心中側を知らないとわからない話なんで、まあどうなのかちょっとわかんないけど、まあ私の意見、一オタクの意見からしたら、まあ演技という名のアドリブのキスじゃないかなって思いますね。そんなわけでですね、一緒にご視聴いただいてありがとうございました。やっぱなんかボスルって世界救いますよね、なんか。そんなわけでこちらのチャンネル登録してくださったら、またなんかすぐ次の動画が見られるかなって思ってますので、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。